来年で開業100周年を迎える長子電気鉄道。所有する列車3本のうち1本は定期検査で運行停止先月24日には1本が故障したため1本のみでの運行を余儀なくされていました先週の放送で銚子電鉄の竹本代表取締役はこの現状に危機感を募らせていました 限界状況っていうのはいつもまあ意識してます、まあ、崖っぷちっていうねいい言葉はいつもこう頭の私の意識の中にありますので復旧には時間がかかると見られていましたがおととい列車の修理が終わり運行を再開しましたその列車を取材するために駅のホームで待っているとおや,おや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  何やら車内が光っています中に入るとピンク色の光に包まれた不思議な空間が座席にはぬいぐるみが置かれ天井は風船でいっぱいです実はこれ6年前から実施されているイルミネーション電車去年おととしと新型コロナの影響で自粛していましたが 今年はは本目ののの運行行再開に合わせ一昨日から行わせとい,いいかからられてますす利用客からの評判は上々のようですただ気になるのは部品の調達などから時間がかかると見られていた列車の修理が なぜこんなにも早く終わったのか竹本代表取締役を尋ねると今日もねちょっと営業に出てるんですよ簡単には代表には会えません先週同様資金調達のため出かけて不在でした日を改め話を聞くと先週以降多くの人からの支援があったことがわかりました もともとは京王電鉄の車両ですので、京王電鉄の関連会社、それから中古車として購入したときのです、ね、購入先である伊予鉄道、愛媛県ですね、はい、両者にあの、まあ、お力添えをお願いしてですね故障した車両は、もともと京王電鉄の車両でしたが、愛媛の伊予鉄道の手に渡り、その後、銚子電鉄が購入したものです。今回の事情を知った伊予鉄道と 整備を担当していた慶応重機整備が予備パーツと技術提供に動いてくれました数え切れないほどたくさんの方々のお仕方をいただいて今日に至っております本当に感謝の気持ちしかないです最後にイルミネーション電車の明かりについてなぜピンク色を選んだかと聞くとうちはお金がないので ピンクの LED が一番安かったと不思議なピンク色の光には会社が財政難であっても乗客には喜んでもらいたいという調子電鉄の温かい思いが詰まっていましたそういう理由だったんですね <laughs> ピンク色安いんですね, <laughs> ね初めて知,りまし知らなかった <laughs> さあ復活した調子電鉄ですが多くの人の支えがあったといいます 長子電鉄代表取締役の竹本勝則さんによると先週番組の放送後オンラインショップでの注文が増えお菓子などの売り上げが普段のおよそ7倍になったということなんです本当に良かったです,です、ね、あの後食べましたけど美味しかったですね、はい、本当にまずい棒は美味しかったですはい、はいさあ。さらに商品の購入者からは頑張れ長子電鉄 電車を止めないために購入させてもらいました。や、コロナ禍で乗りに行くことができませんので、非常に微力ではありますが、商品購入にて支援させていただきますなど、励ましの声も寄せられたそうです。各方面からの支援に対し、竹本さんは、長子電鉄は来年で100周年を迎える。我々はキャッシュレス経営を目指そうとキャッシュレス、 お、金がない状態だが何とか存続させたいそして、地域に恩返しをしたいと苦しい状況でも明るく乗り切ろうと奮闘しています。 そんな竹本さんが次に目指すことは列車を購入し4本にすす。ることだとだい,います現在、銚子電鉄では2両編成の列車が3本あるんですが3年に1回ある列車の検査期間中は2本での運行になり4本体制にすれば列車への負担も減らすことができダイヤを維持することができると考えているからです。 しかし列車を購入するにも多額の費用がかかります新しい列車の購入費用は1両あたりおよそ2億円調子電鉄は2両1編成なのでおよそ4億円の費用が必要です一方で中古の列車も販売されていて車両自体は24万円と格安なんですが 輸送費や車椅子に対応するための改造費などに二両一編成でおよそ1億円かかるということです竹本さんはとにかく電車を止めたくない地域の人の交通の足でありシンボルである私の使命は資金を調達することだと話していました、はい、柳沢さんなんとかみんなが助けたいって思っているっていうのもまたすごい魅力なんでしょうねそこも あの特にやっぱり鉄道事業者の方っていうのは鉄道にかける思いっていうのは特別なものがあると思うんですよねで今回もそういう支援の輪がうまくつながって車輪が回ったっていう格好だと思うんですよさすがですうどうでしょうかねいやとてもいい調子いいですか伊予鉄道さんと調子ね子、はい、鉄道さんで調子いいよ 素晴らしいそれは柳澤さんおっしゃるかなと思っていや,いやあの先週もほら、はい、私が言いましたよって先に言いましたよって釘刺されたから今日はちょっと控えめにしようと思ってました、はい、車輪がうまく回って、はい、ありがとうございます、はいまあ、中野さんキャッシュレスの時代ですがキャッシュレス経営を知恵で乗り切ろうとされてるんですね。 うん、あの、こ竹本社長の人柄がすごく、はい、なんか興味深いというか、会ってみたい人ですよね。んなんか、こう、なんかクラウドファンディングとかあったら、応援したいですけど。<ー> <laughs> どうでしょうか。あの、野さんが応援したいとおっしゃったらね。い,いや、もうすぐで、だと思います。営業出ないと思います。その。一緒に、一緒に営業回りたいです、<laughs> ね、いろんななんか、アイデアが浮かびそう。うん、ね、デーブさん調子に。ね 伝説いかがでしょうかそうまあ、線路は続くのどこまでもというので調子伝説も、えー、鉄道もそうだと思うんですけど竹本社長本当にまあ取締役ですが大企業が抜擢したいぐらい、うん、あの方だと思うんですよねだって見習うべきなのは流動性とやる気これはなかなか今ないですよねそれで今回うまくいったからこれからライツ売ったりそしてやっぱり収益を増やさなければ運営は苦しいのであの期待 されると思うし今回本当にうまくいったから、うんえー、全国に点在してる似たようなあの施設がありますのであの元気づけになったと思いますね。うん